これで入らなかったらどうしようかな。ギリギリなんやけどこれギリギリなんやけど、あ、入った。さあ、こんだけ浮きますねで、これに、陰性活着水草をつけていきたいと思います。他の水槽でね、出たトリミングの水草をとりあえずここでストックしています。まあ、ミクロソリウムになりますかね。あとはボルビティスかなんかを、くくりつけていきたいと思います。この辺のミクロソリウムですかね。ちょっと大きすぎるかな。まあでも育つとこんなぐらいになりますよね。ブセファランドラも一応つけてみるかな。ね、あの水槽の環境が変わるとこうびっくりして溶けちゃうことがあって、それがちょっと怖いですけどね。あ、ボルビティスがでかいっすね。この間あのアクアブラザーズが久しぶりに放送してて、2年ぶりとか言ったけど、ボルビティスがえらいことになってましたけど、まあでかくなりますよね。でもまあ水槽を変えると環境が変わってあのいじけちゃうんで、あのこういう葉っぱの部分は切り落として、この茎の部分だけをくくりつけたら、まあ新たにその水槽に適した形で葉っぱを出してくるということなんで、まあ葉っぱは切ろうかな。まあ、こんな感じで、くぐってみました。さっきのブセはここに配置しました。まあ、あの最初は光も弱くするつもりなんで大丈夫かなと。ブセ結構ね、強い光苦手なのかなと思うんですけど、いかがですか皆さん。じゃあ入れていきますかね。これで入らなかったらどうしようかな。ギリギリなんやけどこれギリギリなんやけど、あ、入った。知恵の輪的にこう隙間からこう入る、入んの、入った入ったかな、やっぱりギリギリ入ったやん。入ったのかこれ、入ってんのか。入ってるが、あ、強烈な浮力によってやっぱり沈まないってやつに、はい、まあ、意思でね、上からしばらくは強制的に沈めようかと思います。はい、こんだけ浮きますねこれは浮力すごいわ。でもここにこうか。うわ、すっごい浮力だ。うーわ、すっごい浮力。うわー、うわー、すっごい浮力。これはすごい。ちょっと大きめの石を持ってきました。木化石ですが、まあ、とりあえず石をガンガン抜けて強制的に沈めました。ブラックブランチウッド、なかなか手強かったです。じゃあ次はこっち。これも入るかな。これ入るのかな。入らへんのかな。こうか、こんな感じで、ああ入りましたね。はい、ほんでこいつも浮く力がすごいな、なかなかな。しばらくはね、この暗い感じで、流木が沈んで、バクテリアがね、定着する、そしてバクテリアが増えるのを待とうと思います。床から外部フィルターも、稼働させたいと思っています。新たに2217を、買いました。でその中にですね、まあ、バフィーを入れていこうかと思うんですが、まあ、このバフィーを他の水槽に突っ込んで、まあ、バクテリアを、ね、吸着させてい、こうかと思います。まあ、外部フィルターに入れるのに3分の1、ずつぐらいにカットしましょうかね。こんな感じで、まあ、いくつかの水槽からねバクテリアを吸着させていこうかと思います。ここの水槽からもバクテリアをもらいましょう。この辺、まあ、水の流れがあるんで、ここに1日ぐらいつけとくかな。まあ、あとはこの水槽とこの辺かな。あとこの水槽からもバクテリアをもらいましょう。ではリングロ剤をここからもらいたいと思います。このね、上部ろ過装置の中に入っています。
入る量は。では2日ほどね漬け込んだバフィーも回収したいと思います。まあまあある程度バクテリアついてるんでしょう。ここからももらっていきます。まあ、どの水槽も一緒やと思うんですけどね、あの住んでる消化菌は、まあ、硝酸菌と硝酸菌ですか、ニトロモナスとニトロソモナス、ニトロバクターか。じゃあフィルターセットしていきます、新品の2217です。パワーハウスを先に入れますね。リングロ剤のパワーハウスです、まあ、隙間にバフィを入れていくかな。活性炭とあとはウールマット、これは入れません。外部フィルターにね入れる水はここから入れようかと思います。魚入った。割とアホやな、オレンジグリッターダニオって入りよんな。見てください。はい、外部フィルターをセットしました。で、割と高いんですよね。ここのまあ一番高いところで150センチぐらいですかね。まあ2217なら180センチぐらいね、用水、水を上げる力があるみたいなので、これで回してみたいと思います。割とまあパワーありますね。まあしばらくはあのろ過を立ち上げるために強い水流でいこうと思いますが、まあ生体入れる頃にはナチュラルフローパイプですかね。で、水流は弱めたいと思います。2217すごいですね。150センチの高さでこのパワーですからね。では最後のフィルターですね。フィルター4種類入れようと思っていて、最後はこのスポンジフィルターを入れようと思います。開封してからね、ここで1週間ぐらいかな、ブクブクで水を回していて、まあ、少しはこのスポンジにね、バクテリアが定着してくれてるんじゃないかと思います。うわー、すっげえ泥出るな。割と物理ゴミ集めてくれてるんですね、こいつね。うわー、茶色い。結構物理ゴミが。まあレイアウト的には結構目障りやから、もしかしたらあの端っこに持っていくかもしれません。はい、立ち上げて 2,3 日経ちました。水はすごい透明ですね。アマゾニア濁るって話もあったんですが、でこちらの白っぽい枝流木には早速カビが生えてきましたね。まあヤマトを入れたら消えると思います。でこの水槽バクテリアはバクテリア剤は入れていなくって、既存のね立ち上がってる水槽にバフィーとかを引き沈めて、あるいは入れる水をね他の水槽の水を入れてやっています。まあ、消化菌はある程度おんのかなと思うんですが、アマゾニアとかあとマスターソイルもね結構栄養分多いって話なので、有機体の窒素ですね、あの有機物の栄養分を分解する微生物入れたらどうかなと思いまして、まあ、前に120センチ水槽でもやったんですが、納豆とキムチをちょっと入れようかと思います。
納豆のパック、食べた後ですけども、とキムチ、まあ、ちょっと洗ってこうぬるぬるを落とすぐらいですかね。まあ、だいぶ豆もちっちゃいましたが、まあ、あのタンパク質の栄養になるでしょう。前あのライブしてた時に納豆菌入れたらソイルがなんか潰れるでっていうことを言われたような気がするんですが、120銭水素ね、納豆菌入れてますけど特に水ソイルとか潰れていないので、うん、そういう力ないのかなと思っています。はい、納豆とキムチに続きまして今日はあの乳酸菌飲料ね、こいつをちょびっと入れたいと思います。まあ、これでちょっとはあれですかね、あのソイルの中の有機物の分解が早まるかなと思っています。どうなるか分かりませんが、まあ、あの生体入れるまではまだだいぶかかるので、あのバクテリアいろいろ入れてみて、で、まあね、競争関係とか食う食われるはないのかな、まあ、競争をしたり、あるいはあるバクテリアが作ったものが他のバクテリアの餌になったりとかね。で、まあ、落ち着いた頃に魚とかエビを入れようかなと思っています。そうや、これを忘れていました、PSB ね、アクア用の PSB です。近所のホームセンターで買ってきたものです。ドバドバ入れたいと思います。たくさん入れました、これでしばらく様子を見たいと思います。